MF ゴースト第239話のネタバレをしたいと思います。まあ、結戦線がですね、えー、吹いてきまして、NSX と GT-R が突っ込んでいくということですね。で、こっちがお宮の松ですかね。どっちかなお宮の方、お宮の完結線。松とな、間一ですよね。でですね。 この間欠線が吹いた時にですね、ドローンが高度を上げてかわすということなんですが、まあ、最近ですね、レッドブルーがですね、F1 マシンを追尾するドローンっていうのを開発して、それが動画に、YouTube に上がってるんですが、それがですね、300 えー、350キロロぐらいい出せるドローンととうことなんで,す、ねで、まぁ、あ、タコみたいな形なんですが、なんと、えー、手動ですね。えー、で、えー、人間が操縦するという形になってまして、で、えー、ちょっと最後はレインだったんですけれども、ちゃんとこう、F1 マシンの加速についていけるものが出来上がってて、MF ゴーストでは確か160か180キロぐらいまでしか出ない。 っていうことだったと思うんですが、まあ、この、こちらのレッドブルの、えー、ドローンはもう350キロ出るということで、まあ、動画概要欄、コメント欄に貼っておきますが、ちょっと問題があるなと思いまして、それはブレーキがないらしいんですね、ドローンってね。えー、車でいうところのエンジンブレーキしかない。 みたいなんで、逆回転とかできるかちょっとわからないんですが、ドロ、ドローン自体はまあスピードですかね、え、プロペラのスピードを落とすことによって、スピードを下げるということしかできないらしいので、そのフラップをつけたりとか、それから逆回転して止めるとか、いうのがね、ないらしいんですね。なんで、追いついちゃうんですね、コーナーでね。 なんで、試験員とかに突っ込んでいって、ファーマシーンが試験とかに突っ込んでいた後にですね、もうドローンをやることがなくなっちゃうんで、その場を旋回っていうか大回りをしてやり過ごすみたいな感じの映像が結構ありまして、やっぱりこう、ドローンの方が早くなっちゃうということなんですね。まあこれが MF ゴーストの行動最速理論に の一つの理想的な形がドローンということなんですが、要するにこう止まりもせず加速もせず一定早いみたいなね、ところだと思うんですけれども、この現実的に MF ゴーストの、まあ現実ではないですが、MF ゴーストのドローン、タイム計測にも使われるぐらい精密であって、で、これは人の手で操縦してないと思われますんで、ということはかなり高精度を な、まあ、制御を行なきゃ、行わなきゃいけないということですね。で、しかも、やっぱりこう、F1 のマシーンのコーナー、サーキットもですね、サーキットっていうのは最近はこう、ブリッジ、最近っていうんですかね、サーキットってこう、ブリッジがあるところが多いですよね。コースは立ったり、それからスポンサーのタワー、スポンサーの表示を行ったりするものがあって、そのブリッジの下抜けたり上抜けたりするような制御も、それは手動で行われているんで、まあ でできるんですがそれでも見てて怖いんですけれどもそれをですねこの間欠泉のここで表現してるっていうところがちょっと面白いですねこれもしかしたらレッドブルの見たのかなっていうね感じがしますね。まあ、そんななペースでは書いてないいてと思いますけど で、えー、このーゴーストのドローンも、まあ、車と同じスピードで、えー、試験員とかにね、直角コーナーとかに突っ込んでいくと、どうしても、ごぶさた、手持ちぶたさんになってしまうということになってしまうと思うんで、思うんですね。でもその描写は、たぶん漫画やアニメでは描かれていないんで、まあ、ここはちょっと、どうしてるのかなっていうね、感じではありますね。えー、そしてですね、ドローンの話、まだ一枚目、1ページ、扉ですね。<laughs> そして、 これですね。相葉くんが予選で2回完結戦を食らっているので、この NSX の彼がですね、IQ ドライバーが油断していたということで抜いていくわけですね。これは予選でちゃんと振りがあって、相葉くんが1回目では物に 食らってしまって、2回目ではワイパーを動かしてっていうことですよね。それでその準備ができていて、で、相葉君にまたジンクスで、まあ今回の副大のジンクスで、間欠線が吹き出すというのを予想していて、ワイパーを動かしていたから、その分抜けたということですよね。で、2度あることは3度あるということなのでですね、この間欠線っていうのは、 アイくんのところから、えー、くらったので、後続は全部くらってるということなんですが、カナダ君が、えー、いるです。トップチームの方は、えー、トップグループの方は食らってないんですよね。ということなので、カナダ君はですね、アイ先輩からワイパーを動かすことを教えられているので、えー、まず、まず確実にカナダ君はこれやりますよね。えー、ここで、 カナ君が間欠泉を食らってそれで抜いていくというシーンはまあ振りがもう効いているのでまあ確実にあるだろうなと。まあそれがメイン だとさすがになんだよってなるので、まあそれはメインではないと思いますが、まあ中盤のどこかで、まあかなたくんが完結線を使って抜いていくというシーンはあると思いますね。そして、まあ、もう一つあるんですが、それは後でお話ししようかなと思いますね。で、この NSF カレーなんですが、フォーメーションラップ中ですかね。フォーメーション中にですね、コースが違っても、プロ、プロドライバー、プロレースドライバーだったらそんなことは関係ないみたいなことを言っていたのが、ここの振りにこうかかってくると。 いうことですねなんでなかなか面白い2ページここまだ2ページ目なんで面白いですね。そして お宮ののがですね後続車に全部かかるというのも何かの不調になる車が出てくるかもしれないですねあんまりありえないと思いますがありえない行動ならではのアクシデントを入れていくのがまあイニシャル D バリバリ伝説そして MF ゴーストなのでまあそれもありえるかなと思いますねで舞ちゃんがですねもう食らったということなんですよね で、ここで舞ちゃんがむすっとして、えー、こんなとこでレースをやろうなんて考えたの、どこのドイツよ。EO です。エグゼクティブ、エグゼクティブオーガナイザーでしたっけ高橋、高橋良介です。っていうことなんですが、まあ、これは二つ意味があって、一、えー、つは、前を走ってるのがアウディの、多分 R8 ですかね。R8 より新しいやつかな。アウディの R、 R8 みたいな車ですよね。それで、これはだからドイツ車ですね。だからドイツ、ドイツジョークです。ドイツ冗談をね、やって。これはよくある、えー、親父ギャグみたいなもんですが、偶然ジョークみたいなやつですよね。ドイツ車を追いかけていて、ドイツジョークが出てしまったということだと思います。で、もう一つは、えー、多分、西岡隅子さんですかね。が昔やっていた、まあ、ギャグですよね。どこのドイツよ。私だよ。でした。 まあそういういやつですねねなんんで2つあるのかもしれません、ね、でここで次のコマでやっぱり「あたし」ってって出てくるのでまあ西岡澄子ギャグとそれからドイツギャグがまあ絡まってるんじゃないのかなと思いますね。でこの西岡住子こと舞ちゃんがですね、まあ、どこで抜くかっていうことなんですがヒルクライムに入る前っていうことなんでしかもこの週でこの1週目の終わり から二周目の初めのヒル,クランヒルクライム前までで抜くということなんで、アウディは多分四クだと思うのですけど、そのトラクションはいいはずなんですが、まあ速攻逆手に取るのかなということですね。で、まあこれはま後々 FR の話も入ってくるんですが、この FR 乗りの変なコーナリングね、FR 乗りがよくやる変速的 なコーナリング。例えば、まあ、かなたくんがやる、え、溝乗り越えとかですね。まあ、それに近い技を出してくるのかなと思いますね。で、まあ、最終コーナーか、あるいはね、もう一つあるのかな。まだもう一つ完結線があるとしたら、まあ、その完結線のところが、え、ヌルヌルしてると。滑りやすい。えヌルヌヌかピカピカなのかちょっとわかんないですが、まあ、間欠線のところは滑りやすい。え、というところですね。 で、四駆はその時有利と言われてるんですが、まあコーナリング中だと滑ってたら意味ないですかね。逆にやばいんじゃないかなと思うんで、まあここはもし間欠線のところで抜くんであれば、まあこれは元ドリフター、元ドリフトレースに出てるっていうまあ利点を活かして FR でまトラクションコントロールも多分抜いてるでしょう。で、アウディ R8 はまあトラクションコントロール入ってて四駆でしょう。ということでまあそこら辺で抜いていくのかなと。抜くとしたら次の間欠線 か最終コーナーかそれからまあフィルクライム入るまでの直角コーナー熱海ポリスでしたっけそこら辺とか大きいところですかねまあ、そういう感じのところで抜くということなのかなと思いますそしてまあ別にどこでもいいんですけどね <laughs> 抜き方ですよね抜き方はやっぱドリフトみたいな感じで抜いていくんじゃないかなと思いますそして ベッケンバウアーちゃんに行って、まあこっちもドイツなんですね。こっちも前 BMW で、ベッケンバウアーちゃんもドイツなんですよね。で、しかもベッケンバウアー前の走ってるドイツのドライバーの名前さえ覚えていないっていう、まあコ慢マな感じなんですよね。で、ドクバンって呼んでる。まあこれはもう刑務所みたいなもんですね。なんで、それだけプライドが高いという名前さえ覚えてもらえないギャグっていうね。まあこれよくありますよね。映画とかでも名前を覚えない。 っていう、ね、見下し方、それから、えー、名前をわざと間違えるっていうね、えー、見下し方ですねまあこれスター・ウォーズとかでもありますけど名前を覚えないっていうのが一番間違えるっていうわざと間違えるっていうのが、まあ、一番の屈辱であると。 いうことだと思います。で、まあこの典型的なリアタイヤステアのコーナリングっていうことですね。片桐といい、この男といい、合理的とは言い難いと。まあ、リアタイヤのアクセルオンで曲がっていくということだと思います。まあ、合理的ではないとタイヤが持たないっていうことですよね。まあ、ドリフトしていくということです。で、そんなタイヤの使い方で持つのかと。いったところで、まぁ、あ、ベッケンバーワーが覚醒して、お笑い草だと。見入ると。こう、偉そうに上から 上から目線で他人タイヤを心配できる立場かということですね。これだから ここでリトル・ミハイルがこう出てくるわけですね。えー、そしてそのことによって、えー、自分が今置かれている状況を客観視できる立場に戻った、覚醒したというふうに見て、えー、間違いないと思います。なんでもうスランプはここで脱出したんじゃないのかなと思います。早かったですね。<laughs> あっという間でした。さすがまあ天才ですよね、えー。そして熱海オフロードを抜けていって未だにこうぴったりくっついてますよね。えーそして でですね、まあ今回はファイナルダップまで動くの動かないのではなくて、まあ、臨機応変に動いていいだろうということでまあこれは片桐くんのお箱ですよねそしてこれトンネルがありますねこれトンネルはまたイニシャル D といえばトンネルあたブラインドアタックですねここはですねこのトンネルは短いみたいなんでブラインドアタックは使えないと思いますがまあトンネルも何か使うんじゃないのかなと思いますね で、トップを走っているセナくんがですね、まあ、トップを走ってるんだけど、結局、負けてる、追われているっていうことにも気づくというところで、まあ、終わるということですね。まあ、これ、セナくんは早々に、これ、抜かれそうですね。なんか、このパターンは、まあ、完全に、えー、終わるパターンのやつですね。この後ろを気にした時点で、ちょっと負けみたいなところがあります。で、まあ、えー、次は、ヤシオくんですかね。これって、あれ、ヤジキタ兄弟のお兄ちゃん。 だと思いますが、まあ何かやだれたんでしょうねっていうことで239話ですかねは終わりということですよね。 でまあ、ドローンの話に戻りますともう一個最近なんかクラウドファンディングかなんかで出たドローンでなんか自動追尾してくれるドローンみたいなのがあってそれがポツポツこう YouTube に上がってるんですがその動画を、ね、撮っている人がですね自転車でね追いかけてもらって撮ってる動画がありましてやっぱりですね 来るとです、ね、ドローンがですねブレーキないんですからどうしてもコーナーリングする時に外に膨らんでいってしまうとでこのクラウドファンディングのドローンは障害物回避みたいなものはないみたい。 なん,ですね、なんかよく壁とかにガンガンぶつかっていくんでまあないというよりはまあないんじゃないかなと思うんですけどその前の人が歩いていたスピードぐらいで前の人の空間を追従するみたいな感じになっていると思うんですね。なんでその障害物があるからっていうことでそこを回避 できなくて、カーブで膨らんだら、そこの膨らんだところに木があったりするとぶつかるということになってて、まあ、ここの点もちょっと MF ゴーストのドローンはどうやって制御してるのかなっていうのがね、気になりますね。物理法則、レーダーとかでですね、障害物を感知するのはまあできると思うんですけど、その物理的な問題ですよね。そのスピードが上がっている時にコーナーで膨らんでしまうっていうのは多分解決できないんじゃないのかなと。 思います。えー、では。